今回はね、この小豆ね、あんこ、美味しいあんこの煮方、ね、佐々木家の煮方を紹介したいなって思います。本当簡単なんでね、皆さんやってみてほしいなって。これから年末年始であんこをね、お餅と一緒に食べる季節に、ね、なるんで、ぜひ売ってるものじゃなくて、小豆を買ってきて、自分で煮てみてほしいなと思って、今回美味しい小豆の作り方、あんこの作り方、教えしたいなと思って動画撮ってます。で、まずポイントとしては、一番最初にやってほしいのは、茹でこぼしをしてほしいと。茹でてお湯を投げること、茹でこぼしって言うんだけども、その茹でこぼしね、最初、ひたひたになるまで入れて、1分間っていうか、沸騰してから1分間、茹でてお湯を投げます。で、2回目はね、沸騰してから2分間ってやって投げます。これやってもらわないと、うちもね、何回か失敗して、なんで美味しくないんだろうと思ったんだけども、中のえぐみっていうか雑味っていうか、それがね、あんこの中まで残っちゃうんで、1回煮るだけでやると、そのえぐみとかが中に入っちゃうのね、残っちゃって、なんか美味しくないなって。で、茹でこぼし作業を1回やったら、あれ美味しくなった、2回やったらもっと美味しくなったって、まあ、3回やっても意味ないかもしれないけど、3回はやってないけれども、2回もやれば相当味変わるんで、すっきりした、なんか何だろう、上品な味になるんで、茹でこぼしこれやってください。本当にこれ大事。これは一番大事。で、二つ目は、柔らかさね。三回目煮るときに本番で煮るんだけども、そのとき、どのくらいの柔らかさで煮るかっていうのがポイントなんだけども、まあ、なんかよく言うと、耳たぶの硬さにしてください、みたいなことをね、書いてある人もいるんだけども、うちは、親指と小指、これで潰せるぐらい、簡単に潰せるぐらい柔らかく煮ます。これなんでこれだけ柔らかく煮るかっていうと、この後の作業で砂糖入れるんだけども、砂糖入れると中に入ってる水が出てくるのね。そうすると、小豆、あんこがね、硬く仕上がるのね。砂糖入れると水が出てくるんで、それで中の水分なくなるからなのか、硬くなるんで、これでもかってぐらい柔らかく、ね、これで潰せるぐらい柔らかく煮ると美味しい食感の小豆ができるんで、これをやってみてほしいです。で、次。砂糖入れる段階なんだけども、茹でた、柔らかくなった、茹でた時に水残ってるじゃん、お湯ね。これをそのままやると、そのまま砂糖入れると、そこから水分が出てきて、さらに水分増えて、それを煮詰める作業がすごい時間かかるんで、ね、この茹で終わった後、柔らかくなった後、お湯投げます。全部投げていいです。投げた後、砂糖を入れて、混ぜて、そこから火にかけて、やってもらえれば、その出てくる水分で煮詰めてもらえれば、それで完成 OK。 素早くできるし、これでも美味しくできたんで、まあそれもある意味茹でこぼしになるのかな。その3回目の本番の茹で、この柔らかくなるまで煮たお湯も、それも茹でこぼしみたいな感じで投げてることになるんだ。うん、なるんで、そういうその過程を経て やったやつはね、すごい、なんつうだろうね、それまで1回で茹でてやってたのね。一番困ったのが、圧力鍋で1回入れて、ただ煮て、砂糖入れて煮詰めてやったら、すんごい雑味がね、えぐみがあって、これはダメだって思って、茹でこぼしして、圧力鍋に入れて、で、さらにお湯投げて、砂糖入れて煮詰めて食べやったら、すんごいスッキリした、上品な、雑味のないあんこができたんで、ぜひやってみてほしいなって思います。で、この作り方ね、圧力鍋のレシピに書いてなかったの、うちのやつはね。ものによってはちゃんと茹でこぼしをしてくださいっていうことを書いてあるかもしれないんだけれども、うちのやつには書いてなかったから、あ、じゃあそれでいいんだなって。ね、普通に煮るときはやってたのね、いつもね。ストーブの上に置いて、コトコト煮たりとかね、コンロで煮るときとかはちゃんと茹でこぼししてたんだけども、あ、茹でこぼししなくていいんだ、入れたままでいいんだって思って、説明書読んでやったら、ダメでした。やっぱり茹でこぼし大事なんで、1回目、復習しますよ、ここから。ね、1回目、ひたひたに入れたのを沸騰してから1分、2回目は2分やって、茹でこぼし、お湯を投げます。で、3回目、親指と小指、これで潰せるぐらい。力入んないからね、一番。この力入んないやつで簡単にペニャッと潰れるぐらいまで煮ます。で、お湯を投げます。そこも茹でこぼしの一環だと思ってやってください。で、その後、砂糖を入れて混ぜてから火にかけます。そうすると中から水分でできて、その水分を煮詰めるだけで十分美味しいあんこできますんで。で、時短にもなるし、さっきそのお湯も茹でこぼしになるんで。で、3回目の茹でこぼし。この
小豆汁、ゆで汁で飲むと健康効果があるとかいう話もあったんで、それ飲みたい人は取っといて飲んでもらって結構ですし、それをそのまま入れてもいいですし、いいです。まあ、俺は投げることをね、おすすめします。もしくは自分で飲むか、ね。あんこを美味しく作るためには、やはりそういうところを雑味を捨てるっていうことでやる作業必要になると思うんで、やってほしいなと思います。でね、やっぱりこうやって作物作って販売してその買ってくれた人と話して思うのは、やっぱりこう、まあ、あんこじゃないんだけど、あんこの煮方もよく分かってないおじいちゃんおばあちゃんもいるのよね。びっくりしてさ、俺おじいちゃんおばあちゃんじゃみんな知ってると思ってたんだけども、ね、50歳60歳70歳でもどうやって食べればいいのとかね。で一番驚いたのは50代の人で、ね、小豆じゃないんだけどもね、もう脱線する話なんだけども、大豆がね、大豆が原料になって豆乳ができる、おからができる、豆腐ができる、その豆腐を揚げて油揚げができるとか分かってない50代の人もいたのね。50代で分からないんだから子供たちが分からなくて当然だよねって、俺すごい危機感を覚えたよ。本当にびっくりした。その俺は当たり前だと思って、もう小学生っていうか小学校入る前から知ってたからね、そのくらい当たり前のことだって思ってたから、だから親がそういうの知ってたしやってたし、俺に教えてくれて何回も教えてくれたから、それがショックだったのね。だけど今そういうふうにおじいちゃんおばあちゃんたちも知らない人もいる、50歳でも分かんない人もいるって、悲しいことだけども大変なことだけども、まあ、そういう人たちが教えるわけないじゃん。だから俺はこの動画でもね、すごいやってほしいなって、この作り方をね、孫でもいいし、息子たち、娘たちと一緒にやってもいいから、この食育っていうことで、ね、どう自分たちが食べてるものがどういうふうにできていくのかってことを少しでもね、知ってもらいたいなって思ってますんで、これからもね、うちでやってることで、美味しい、この作り方が美味しいんだ、うちは美味しいんだ、佐々木家はこうやってやってるんだっていうのも動画にしていこうと思うんで、まあ、お付き合いいただけたらなと思います。今日は、美味しいあんころ煮方。2回ゆでこぼし、そして親指と小指で潰せる硬さで、お湯は投げて、その後砂糖を入れて出てくる水分で煮詰めて完成っていう流れですんで、ぜひやってみてほしいなって思います。美味しいあんこ食べて楽しい年越しにしてもらえたらなと思います。